え、さっきさん何飲む？ソフトドリンク。これは、ウーロン茶ホットですか？あ、ホットでもできますか？じゃあ、ウーロン茶ホットでお願いします。はい。あ、俺もう頼んでます。あ、はい。あさりさん初めてのキャスバーだよ。はい、パソコンつけてもいいんですか？いいよ、うん、大丈夫よ。はい、あ、ありがとうございます。これもお先にすみません。ありがとうございます。あ、マコニーさん、初見さん、ありがとうございます。もしよかったらフォローお願いします。こんにちは。はい、あ、お疲れ。どうも、ごめんなさい、お隣の方。アサイさん、アサイです。あ、これ目がかったような気がする。あ、あったんですか、配信で。私も配信だったような気がする。エンテコードもらえませんか？私ね、メガネかけてないんで。あ、マジですか？お願いしてもいいですか？私も全然見えてない。すみません、すいませんでした。あ、はい。王子に相手にされなかったから、俺と聞けるの。彼女は、いや、ナスコに聞いたと思いましたよ。あいつはアメリカに住んでるって、メールを毎日。お願いします。本当の浅井さん、はい、浅井さん、あ、すいませんでした、すいません。ここ、あ、じゃあ、浅井さん、そこひっくり返すから、うん、浅井さん、ひっくり返すから、うん、そこひっくり返すから、じゃあ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 、はい、いいよ、出て。KP。どこに行く？カメラ、ここ。カメラ？あ、そこに、うんと、ワドさんのカメラがここについた。そう。乾杯。すごい美味しいお茶。美味しい？よかった。やけどしないように気をつけて。お姉ちゃんすごい面白いじゃない。誰が送ったんですか？これあのお姉ちゃん。お姉ちゃんこれすごい美味しいお茶。本当ですか？すごい美味しい。あやこさん、あやこさん、チャーハン。いいね、出せ。あれ、花井君だ。こんばんは。ケビ。金ちゃん金持ってんだから。ね、本当にね、なんか地味にどんどん有名になっていってるよね。浅井さんは神様だから。神様。ネットつなげたいんでしょ。いや、神様じゃないよ。神様は誰だよ。
あれなのね。ネットつなげたいんじゃないの。ネットはどうやってつないでるの。大丈夫だ。大丈夫。多分これで。あとハイボール3つ。チャーハン。浅井さんです。え、店長変わったの？店長は山本さんじゃなかった？え、山本さんが店長じゃなかった？違いますよ。しかも、はい、か神だろ。僕ここに働いてないんですよ。え、そうなの？遊びに行ってる。嘘。全然わかんないんだけど。リスナーさんじゃないよ。ふわっちの配信者は YouTuber だよ。店長てか多分新宿でね、知らない人いないぐらい有名人。もう付き合い長いね。つなぎ方わかんない。ネットつながんないの。普段どうやってネットつないでるの。浅井さんがね、繋がってないネットにひたすらタイピングしてんの。インターネット繋がってないって。Wi-Fi は入ってんの。どこに繋がればいいんですか。これ Wi-Fi 機能あるの。あ、Wi-Fi が。そう。ちょっと待って言ってました。キャスバーのパスワード。すいません、パスワード教えていただいてもいいですか。私なんてダメなんだよ。いい、こっちで繋ぐ。生意気なんだよ、おめえよ。生意気だよ。女としかやったことない。生意気なんだよ。パス上がってよ。あれ、ちょっと待って。おい、店長、付き合ってくれよ。オロナインとかは、おい、付き合ってくれって言われてるだろ。あんな無視しとけや、オロナインなんて。あんなもん無視しとけいいから。でもね、あの、金馬さんにも申し訳ないけど、オロナインってすると、みんな、あの、しまさん、しまさん、じゃあ、これ、これ店長、あいつが、明日さっきに、ちょっと待って、まだ痛いんだよ。ダメだよ、仲間。ダメダメだよ。これはこっちで繋がらないんですか。繋がってやっぱ。あ、ほんとだ。すいません。どっちかしらか、破天荒な光か、パパみたいな金髪。ミシャタクイツ。どっちかハゲ選ぶのか。負けた方は、あの、山田さんの学生の始まった。いい感じ。スピーチャス渋ちゃん。わかりました。カラオケ歌は、カラオケ。カラオケ？こんにちは、おばちゃんです。今日はなんか、あの、美しいものに負けた方は、どん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 、こんにちは。じゃあ、店長。和藤さん。店長がどれ？和藤、お姉ちゃん。バカだから、ダメよ。勝手に映したらダメよ。和藤さんとして。俺は映していいけど、他の人は勝手に映したらダメよ。わかりました。和藤さんね。どうもどうも、ボーハさん。どうも。こんばんは。今日は、何がの？ミルトン・ピニクラ。そうなんだ、はっきり言えよ。浅井さん、カラオケ歌おう。のって何ですか？よくわかんないな、浅井さん。浅井さん、浅井さん。ここは、え？カラオケ歌おう。こんばんは、特命。皆さん、こんにちは。カラオケ今歌います。あ、すいません、カラオケ歌いたい。ポテコちゃん、こんばんは。今は歌わない。もうちょっと待って。もうちょい待って。分かった。本当。何か、あの、美しいもの。
姉ちゃん、美しいものって何でしょうか。早く早く、え、キスすんの。目開けてください。どうしたの、負けてるじゃん。いや、今まで調子上げてくれたから仕事で、おー、よかった、それは嬉しい。それはありがとうございます。美しいものは人の優しさです。美しいものは、ぜひ、人になくて、そう、すぐ、飛び出ていくもの、飛び出やすいもの、あんまり何かないもの、これは美しいです。だから、命と精神と、命と、山本君がここ来ても、そうですよ、心だ。美しいもの。もう一回やれ、もう一回、ワンモア。こんばんは、ボルさん、こんばんは、浅井さん、お疲れ様です。神に愛されたリスナーさん。そうですね、コンセントつないでよ。つないで。じゃあ、山本くんも入ろうぜ。でも、負けは負けですから。普段から一緒にいる山本くんの方が。繋がってないですよね。おかしいでしょ。もう一回さ、まず大丈夫や。まず浅井さん、和藤さんから来ました。こんにちは、カウちゃん、ここのちゃん推し。お、アメリカ人だ。こんばんは、和藤さんから来ました。ジャニーさん、こんにちは。浅井さん、こんばんは。栄太郎さん、こんばんは。みやこさん、初見です、こんばんは。美しいものは命と心ということで、それは皆さんにそれを差し上げようと思うんですけど、どうやって差し上げればいいですか。和製飛び交う気がすまで美しい心について美しいこと、さすがだよ、マイペースだよ、心と命、さすがのマイペース。かっちゃん、ありがとう。美しい心と命、僕ら浅井さん、ケイさん、浅井さん、ケイさん、浅井ども、和戸ちゃんから、よい子さん、浅井さんどうも、和戸ちゃんから、和戸ちゃんから、よく、よい子さん、よく、こんにちは、浅井さん、笠相さん、こんにちは、なんかかわいいな、浅井さん、元気でね、カオちゃん、はい、わかりました、元気でいます、浅井さん、中野区で缶盗んでるんでしょ、カズさん、町内会からいただきます、ユッキー大好き、おかげさんです、ありがとうございます、浅井さん、和藤さん、よろしくお願いします、和藤さんにお世話になっております、ありがとうございます。初見です。和藤さんが来ました。マセさん、こんにちは。おばさんでございます。よろしくお願いします。神の出すただのおばちゃんでした。すいませんでした。これであれだ。美しい心と命を皆さんのところに来ました。なんかそれでおばちゃん良かったと思いますんで、良かったです。いつもの中野区の女だよ。中野区なんだ、そう、おばちゃんで中野区でだんだん有名になってきて、知らない人からも浅井さんって声がかかるようになりました。そうなんだ。おばちゃん今都議会に中野区の区会議員に移行しようかなと思ってるんですけど、どうしたらいいでしょうか。こんばん、元気いただいて、ジャニーさん、浅井さん、ジャニーさん、よかったです。こんにちは、こんばんは、頑張ってください。和藤さんとこ行きました。めいちゃん、こんにちは、こんにちは、こんにちは、お疲れ、さん、どうも。それはよかった。新たに美しい心とそれから命が渡ってよかった。美しい心届いてますよ、ありがとうございます。美しい心、優しい、あんまり届いてないかもしれない。浅井さん、ゆっくり楽しんでね。ありがとうございます。お世話様です。いつもお世話様です。立候補するの一択だろ。立候補するのよくわかんないな。違うわ、中野区で缶に住んでるんだよ。アキさんのおかげで立候補するのペニー1週間半くらったの。でも、いつかちょっとわかりませんが、どうぞ。マジか。赤プルプルさん、いらっしゃい。初コメありがとう。もしよかったらフォローしてください。浅井さん、キャスパー楽しんでね。こんばんは。キャスパーよくわかんない。キャスパーってここ、このお店がキャスパー。ありがとうございます。おかげ楽しんでます。お疲れ様です。浅井さん、使わないケーブルはしまっておきましょうね。そう、使わないケーブルはいっぱいあって、それがわけがわかんなくなっちゃってるの。初コメありがとう。もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。ワドです。どうも。
何かな、あの、これがこっちかな、あ、これ2人映ってるよ、そうだよ、こういうのってそうそう、フォローありがとう、フォローありがとう、なんて言ってるかちょっと見えないフォローありがとうございます、初コメありがとう、フォローよろしくです、ありがとうございます、はい、わかりました、浅井さん初見です、和藤さんの枠から移動してきました、リスナーのゆっさんです、よろしくフォローしてください、ありがとうございます、花火ありがとう、花火ありがとう、真ん中さんありがとう、花が綺麗ですよ、ザクロ、ザクロって何ですか、アイス、お疲れっす、ごめんね、話してるからさ、挨拶行けなかった、あ、すいません、はい、お疲れ、すいません、神様、神様、はじめまして、3番目です、いろいろお話は聞いてます頑張ってください、はい、すいません、すいません、よろしくお願いします、ワドさん、いや、ちょっとあの、もう、凡人ですよ、あー、ボンタさんどうも、昨日はステッカー、ボンタさん、ボンタさんだったっけ、別の人だったけどね、うん、カル君、紳士だよ、あ、サイさん、あ、カル君、あれだよ、低姿勢で、フォーメンバーさん、こんばんは、浅井さんをフォローします、よろしく、ありがとうございます、お疲れ様です、カブちゃん、浅井さんをフォローしました、ありがとうございます、すいませんでした、すいません、髪の毛濡れてる、壁しかないんで、髪の毛、そう、また、あと、雨、みんな浅井さんフォローしてね、みんな浅井さんフォローよろしく、雨が濡れてる、すいませんでした、こちら壁しかないんです、分かってるよ、ボンハンさん、分かってる、分かってる、寺島さんのも分かってるから、 DM でやり取りしてるし、前々から知ってる、よろしくお願いします、そうそう、秋葉集めのカリスマね、ありがとうございます、こんばんは、テッドさん、お世話様です、いつもすいません、お世話様です、いいね、いっぱい集まってよかったね、髪濡れてるよ、え、髪濡れてる、大丈夫、髪はこれはもうあれだ、なんかよくわかんない、ケンちゃんになり、これケンちゃんじゃない、あの、今日はケンちゃんじゃなくて和道さんです、和道さん、和道さん、どうもね、和道さんです、和道です、さあ、かわいい、かわいく働いています、ちょっと中野区の観回収のもんだけれども、中野区の観回収、今日はすいません、中野にお邪魔しないんで、あの、またこの次行きますんで、どうぞよろしくお願いします、とりあえずさ、おはようございます、おはようございます、ケンちゃんいないみたい、あ、ヤスさんだ、どうしたらいいでしょうか、オッケーオッケー、ヤスさん、どうもです、うん、ここありがとうございました、ケンちゃん、ポンタさんで覚えればいいかな、ポンタさんが行きます、しっかり乗ってきますから、保護者じゃないよ、もうずっと古い友達、浅井さん、フォローさせていただきました、ありがとうございます、にゃこさん、歌歌ってって言ってる、ソーマンさん、誰、ワドさん、ワド、浅井さんフォローありがとう、初見さん、アイテムありがとう、もしよかったらフォローしてください、マキロンさんいらっしゃい、浅井さんは最近ふわっちで人気集めてきて、朝方ね、40人ぐらいピンで集めてる、おー、ソフさんだ、ワドツイン、よろしくお願いします、マンダさん、歌、あー、歌ですかね、歌、わかりました、すいません、フォローありがとう、浅井さん、こんばんは、楽しそうですね、ミカエルさん、あ、3点ありがとうございます、社長ファンクラブ、匿名探偵事務所の社ファン社長ファンクラブさん、ありがとう、あ、そうだ、皆さんありがとう、フォロー、ダメだって言ってんだろうよ、ダメ、うん、何だったっけ、アシカンですか、アシカンのおかげで頂戴の風神がボケなくて、そして子供はみんな元気にたくましくなっています、みんな浅井さん、浅井さん、浅井さん、結構元気か、浅井さん、みんな浅井さんの歌が聞きたいって、歌、何がいい、あれ、電源が入らないっすよ、これすいません、お前外車、電源ってどう言ってる、外車なんだ、外車わからない、一方元気か、はい、元気です、お世話になってます、すいませんです、おめでとうございます、はじめまして、和道とかで来てます、高橋さん、こんにちは、はじめまして、ヤスバーって配信バー、そう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 、配信ができるバーの、ありがとうございます、花火ありがとう、社長ファンクラブさん、おばちゃんったら、おばちゃん歌も、歌は何がいいか、アサイさん歌、歌、お酒飲んでんの、みんな歌う、おばちゃん、お酒がいい、アサイさん、アサイさん、アサイさん、今コメント読むのやめて一回歌うか、何がいい、歌、一緒に歌うの、じゃあアサイさんの歌聞きたいって、一緒に歌うの、何がいい、うーんと、
ピクニックみたいな。ピクニックね、オッケーだ。これ、ま、広島の絵なんとかなんない？どこに歌えばいいんですか？これに歌えばいいんですか？ただそこにまっすぐ立って、俺がカメラあるんですけど、そこに立ってると。え？カラオケに立ってる。広島の絵に歌えばいいの？すいません、お手伝わせていただきます。電源ついてないんじゃん？いいですか？いいよ、そこで OK、そこで OK。 ダメやない。どうどうあのあれがわかんない、歌詞がわかんない。歌詞出てくる出てくる出てくる。これですか？これ。え？うん。おばちゃん見えない。大丈夫大丈夫。見てねえやつに話す言葉はねえよ。やってるに決まってんだよ。あれ。それ見ていいですか？うん、いいよ。見てねえやつに話す言葉はねえ。そう、俺の。最近ふわっちを始めて。ああ、そうなんだ。私もふわっち始めたんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前なんでしたっけ？浅井さん。浅井さんフォローします。アイコです。あの、もともとホームレスだったんですけど、うん、今、空き缶拾いで月収40万稼いでる。ああ、見ましたよ。そう。そうそう、それ浅井さん。マイクは、あの、写真。セミナルの。セミナルの。わざ大丈夫だ。大丈夫。あと2つ。大丈夫だ。大丈夫だ。よろしくお願いします。ありがとうございます。素晴らしかったよ。ありがとうございます。すいません、お騒がせしました。いやいや、素晴らしかったですよ。やっぱね、よかったよかった。ほら、みんなよかった。あ、セリちゃんだ。セリちゃんいらっしゃい。なんかびっくりしたい。マイクが入ってないって、マイクが入ってないって、マイクが入ってないんだよ。そんなクソ野郎どもと付き合うな、そういうのさ。振り向いたらマイク持ってなかった。マイク持ってなかった。衝撃的な振り向きだった。すごいな。すごかった。わかんないマイク持ってきた意味よね。浅井さん、ノーマイクだもん、ね、なるほどなるほど、はい、失礼いたしました。僕の常識がおかしくて。いやいや、よかった、ね、金梅さんっていう方ですごい有名な人だよ。金髪の人、金梅さん。そう、あちらの方、金梅さんで、愛子さんで、ほうやくん、三倍目光くんね。そう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 、あの有名な人、金梅さん。昨日食べ、おととい食べれなかった。いやいや、あんま小出し小出しに行こう。小出し小出しに。みんなハッピーになったよ。浅井さんの歌声でみんなハッピーになった。戦争が止まったの。浅井さんの歌は世界を平和にするから。よかった。浅井さん来てよかった。ねえ。場の空気が良くなったよ。場の空気が。みんな笑ってた。みんな笑顔だった。
そう、浅井さんの歌でみんなの心が一つになったって、まさにあの平和を志す人の鏡だから。歌は本当に戦争を止めるんだよ。チャーハンの肉が入ってるやつない。ブルーバードさんいらっしゃい。自分が作んないと入らない。元気になれた。山さん、チャーハンさん、お断りします。浅井さん今フワッチで放送やってるんで、もしよかったら浅井ゆき子で誰か URL 貼ってください。皆さん浅井さんフォローよろしくお願いします。もう3年来の友人なんで、はい、皆さん浅井さんの URL、うん、浅井さんフォローしてね、よろしく。浅井さん今放送中だから。浅井さんこんばんは、こんばんは、今日は大丈夫だね。よかったね、浅井さん。バド空気がすごく良くなった。のんちゃんありがとう。みんな浅井さんのフォローよろしく。あ、もちろん知ってるよ、前から。知らないんです。前から知ってるよ。だから振ってたんだ。今度覚えてきます。もうここは浅井さんの歌しかないと思ってたから。浅井さん頑張れる元気もらって。そうですか。なんかそのおばちゃん良かったと思います。もう一回聞きたい。まかねにさん。まあ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 楽しんでいきましょう。ゆっくりね。お酒の場だから。あんまり邪魔したらダメだから。配信者いっぱいいるからさ。ね、アンコールは後ほどね。ありがとうね、みんな配信やってるからさ、歌は止まっちゃうから。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ハイボールお願いします。ごめんなさい、今日は朝もありがとうね、アンコール。みんな配信やってるから。和道かな。そう、和道さんこっち。和道いるよ。和道さんいますよ、隣で。こんばんは。こんばんは、和道さん。さっき来ました。マチャ。さん真ん中にしないと。マチャさんの顔が見たい。マチャ。マチャ。浅井さん、もうヤギさん最高。ヤギさん、そうですか、お世話様です。浅井さん、こんばんは、こんばんは、ブラックミッキーさん。浅井さん、歌よかった、フォローさせてもらいました。ありがとうございます。歌、うねえか、ありがとうございます。ここはアジトにしよう。アジトがよくわかんない、マチャイスがわかんないんだな。すいませんでした。和道さんとこ行きました。マチコさん、こんにちは。いつもお世話になってます。すいません。お母さん、アジトって何ですか？アジトってね、秘密基地とかそういう意味。あ、それがいいですね。要は、たまり場みたいな。遊びに来る場所。マチャイさん、チューチュー。テツマさんが、あ、いつもの。そうですか、テツマさん、ありがとうございます。どうですか、ケビン。お母さんと美味しさん、浅井さん、キャスパーどうですか。いいところです、すごい嬉しいです、ありがとうございます。ね、おしゃれだよね。さくらもつさん、お疲れ。浅井さん、なんか飲まないの。今、ウーロン茶飲んでる。じゃあ、今美味しかったよ。もう飲んだ、まだあるよ。ウーロン茶飲もう。うん、喉疲れたよ。疲れないけど、ウーロン茶すごく美味しい。花火ありがとう、匿名さん。匿名さん、花火ありがとうございます。花火ありがとう。おいしい。うん、浅井さんは精一杯生きてる感じが好きです。そうだね、浅井さん配信大好きなの。新しい文化みたいなものが大好きだから。精一杯っていうか、浅井さんはそうすることもできない。これでは全然分かってない。でもね、またなんかこの頃ウェイトトレーニングのウェイトのメモリがだんだん増えてきたんです。楽しんでください。ありがとうございます。ミカエルさん、いい笑顔ですね。チャーハン食べないんですか。チャーハンはもういっぱい食べたよ。ピラニアさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。ありがとう、コメント。わかんない、おばちゃん自分ではこう V もないかって思ってるけど、フォローありがとう。吉江さん、
大違いで。俺はバオちゃんがランチって言って置いてって、それで最後食べちゃったのは。すみません。いや、俺を、俺お腹壊してね、今。決して、いいんじゃないですよ、おばちゃん。マオちゃんのせいで。マオちゃん、お前顔出せよ、そのまま。ランチって言って置いてったのに、トイレットペーパーを食べた。おばちゃん、なんか初見さんいらっしゃい、フォローよろしくお願いします。コメントありがとう。初見さんこんばんは。楽しんでってください。浅井さん追いつくですか。おばちゃん今多分61だと思ってます。和藤さんから浅井さんありがとう、ありがとうございます。千代子さんお疲れ様です。ありがとうございます。和藤さん騙されたらダメだよ。和藤さん、和藤さん騙されたらないですか。そんなことは騙すような、いやだからそういうことで騙すような人あんまりないもん。はははは、始まるさ、わわわ、お夕飯ないの。あとは何。浅井さんベジタリアンだもんね。まあ肉食べない、肉野菜魚、あ、野菜しか食べれない。あとナッツとかベジタリアン。中に残る嫌な感じが嫌だから、ね、匂いとか苦手なの。ハートプレゼントします、ありがとうございます。リフさん、ありがとうございます。すいません。あ、会場40万すごいですね。何個分ぐらいなんですか。いや、あっちゃんとブラックにしたいです。1日とあと2等車にして。皆さんこんばんは、和道です。今日はですね、2017年6月の18日22時28分です。楽しんでいってください。いや、和藤さん騙す人じゃないし、騙す人はこの世にいません。頭引っ張られた方がいいよ。私の頭ですか。おい、わかんないな。はい、猫はどつ、ミュールはどつ、どんちゃんはどつ。野菜カレー、そういえば、どんちゃん野菜カレー。楽しんでいってください。野菜カレーは、だって、LINE で和藤さんと野菜カレー食べて、それでなんか映してた。あれ美味しかった。あれ美味しかったね、カリーやね。和藤さん、和藤は父だから相手すんなよ。ランチと間違って食べる。和藤は父だから相手すんなよ。スマホよくわからない。和藤さん、浅井さんが和藤さんの家に置いてもらってこましたよね。そこで死にましたよ。ランチって書いてあったんだから、食うように決まってる。で、和藤さんの家にお弁当を持って行った。弁当持って行ったから、忘れちゃった。うちを作ったのは浅井さんですか。そうです。浅井さん、こんばんは。ホイユースリーさん、和藤。和藤さんのキッチン車に乗らない。キッチン車がよくわからない。私はよくわからない。サメさんがいじめてます、助けて。やっぱおばちゃんがぶん殴っています。すいません。浅井さん、仕事何曜日休みなんで。すいません、チェイサーでお水もらってもいいですか。今休んでます。ごめんなさい。何曜日って日中休んでるのは、日曜日と水曜日。夜は、おちよこさんはどつ、たい焼きはどつ。12時までは何もやる。和道に抱かれたらダメだよ。立ち丸さん。いや、おばちゃんはさ、興味はないでしょ。おばちゃんはなんかババアですから、どうすることもできません。一言で言うと、あなたはかわいそう。かわいそう。はるさんいらっしゃい。ハート5個ありがとう。バーガー5個ありがとう。ミッタンはどつ、トリプル A さんいらっしゃい。たくみさんはどつ。連日飲んでるから胃が。浅井さん酒飲んでるの。飲んでね、おばちゃん酒、お酒で、ね、体が弱くて飲めない。で、それっきり飲んだことないです、一度も。興味ない。あははは。和道に利用されるなよ。和道にキックされた。さっきさ、よくわからないな。なんでこの本当。和道さんに配信を教えていただきました。ありがとうございます。ふわっち知らなかったもんね、最初ね。ふわっち、うん、ふわっちは私分かんなかったけど、ふわっちっていう聞いて、それで私もやってみました。おかげさまで、ふわっちのおかげさまです。ありがとうございます。みんなと出会いまして、嬉しい出会いなと思います。立ち丸さん、それな、母、浅井さんって、何時頃いつも寝るの。
いや、夜は起きてる日が多いよ。あの、秋刊だから、すいませんでした、秋刊なんかやってて。サメさん退治して安倍政権も倒れますか。じゃあ、おや、ここの隙間におる。あなたがサメさんを退治して安倍政権を倒れます。いつから配信してんですか。配信はいつだったかな。配信3ヶ月ぐらい前です。そのぐらいですね。3ヶ月ぐらいです。やばい、ワドンさんが来ます。多分そうでしょう。だんだん、これパソコン開けるのが難しい。ちょっと今、そんなにも難しくないと思うので、よくわかんない。ワドンさん、もうちょっと付き合うな。そうめんがいいな。ワドンさんはどこにいるんでしょうか、よくわかりませんが。ガヤガヤしてる隣、ワドンさん。ワドンさん、隣ワドンさん。ワドンさん。隙間に俺のスマホが落ちちゃう。これは救出かどうかわからないけど、最悪救出かどうかわからない。こんな夜何してんのよユッキー、こんな夜何してんのよ。ここはどこだ。キャスバー。キャスバーにいます。ワルさんとおります。ワルさんにこうと誘われてきまして、それでなんでこんな隙間つく。俺の声聞きやすいかな。多分キーが高いからだと思うよ。金杯の声がする。声が高いから。金杯さんはあの人から、あの、ハーフパンツ履いてる人、金梅さん。よくわかりますね。金梅の声がする。金梅さんが言うそうです。いいよ、全然コメント。したい時で。最初来た時、ワドツーって打ってくれればいいよ。逃げんなよ。お前、覚えとけ。ちゃんと。電話のせいでやった。これ何ですか。大和が歩けば。そう、和道は逃げんだよ。お前覚えてる。ブロックする。いや、その面なんかはいつもよくしてるよね。ユキ、キャスターにいるんだ。音質、まあ、パソコンのスペックがいいんじゃないかな。いいでしょ。あ、うん。あ、ワドさんだ。こんばんは。こんばんは、ドクさん。こんばんは。あ、そうだ。今日は友達いないの。今日だって。今日落書きしてる。浅井さんいるよ。ソカスカウスいらっしゃい。うん。写しちゃダメですよ。友達 NG の人。顔を写したし、NG って知らなかったら初めて。あ、ワドさん、こんばんは。こんばんはって言ってます。だって知らないもん。そこにはサメさんがたくさんいますよ。サメさん、サメさん、配信してる時に肖像権も確かめて。でも顔出し NG です。特にサメさんの声はしないけど。あ、そうだよ。うんと笑ってるサメさん。そうですね。サメさんといえば、サメさんはどこにいるのかよくわかりません。そうめんマン、なんで和道に絡んでるんだ。こんばんは、きなこさん。あ、つみちゃん、ありがとう、いつも。バガありがとう。バガありがとう。和道さん、ゆうさん、ゆうさん、こんにちは。バガありがとう。アイコっていう人がいます、怒ってください。アイコっていう人が、もう画面暗くなっちゃった。怒ってください。いや、だからいじめられたから、そういじめる人に言うと、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 あ、つみちゃんありがとう、風船100個ありがとうございます。おばちゃんがやってることは喧嘩両性だね。サメさんにやられた人が多い。サメさんにやられた人、いや、配信見てる人はみんなサメさんにやられてると思う。よくね、俺の声、俺の雑談聞きながら寝落ちする人多いんだよ。眠くなるのかな。浅井さんは YouTube でどんな動画を上げてるんですか。 YouTube で上げてる動画は、ユッキーのドアップじゃなく全体像を見たの初めて。あ、本当に？もう古いんだよ。3年ぐらいもう付き合いがあって。YouTube やりたいって言ったから、YouTube のアドバイスしたりとか、あと配信誘ったのも俺なんだよ。3年ぐらい前から知り合い。3年ぐらい前から、すごい。古い付き合い。髪の色はね、ヒカルくんの専属美容師さんの人に、葉月ちゃんに入れてもらった。浅井さんは利用されてるから、それが気に食わないんだよ。浅井さんは利用されてるから、それが気に食わないんだよ。浅井さん利用されてるも何も、浅井さんの家に来て、浅井さんとの友達なんだよ、俺、当面も。俺もう3年の付き合いだよ。
プライベートで配信者になる前から、よくわかんないよ。なんかそうめんマンが勘違いしてると思う。延長ありがとう。あ、シェノさんに出ましょうかな。ありがとうございます。かっこいいよね、この髪ね。知ってません。すごい上手。長族で顔を盗まないでください。長野区は条例が厳しいんで、缶盗みと長続きしません。ワドさん、この浅井さんは缶を盗んでて困ってます。言ってください。直接言って。リスナーの皆さんに元気を注入してください。浅井さん、そうしないと生きていけない人生なんだよ。おばちゃん、このこれを見てて、このリスナーの方に皆さんに元気を注入すればいいですか。俺はもう3年前から知ってるから、それは。もう一回、もう一回。面白そうですね。YouTube 見ますよ、必ず。で、YouTube、あんまり新しいの入ってないけど、カソさんが中野区で缶を回収してるの。なるほど。YouTube 見ておいてください。おばちゃん、新しいの見れようと思いますので、よろしくお願いします。元気になってありがとうございます。ありがとうございます。プロダクターどうも、お世話様です。なるほど。いや、なんかそうですね、またそろそろ200名行きたいです。今はダメかな。そうですね、おばちゃんなんか写真事情がよくわかりませんが、元気になりました。ありがとうございます。じゃあ、ゆうさん。そうですね、すまんねえな。そんな身内で使ってるのは。おばちゃんさ、元気を持続してほしいと思ってますけど、ね、なかなか。なるべくみんなの要望に応えていきたいと思います。元気になりました。どうもお世話様です。和道に関わるな、あ、そうなの。リアル知り合いなの。じゃあ、かやつさんは和道さん。あ、そうなんだ。このキャスバーに連れて来ていただきました。サンダーバードさんいらっしゃい。関わるな。でもおばさん歌ってたからだ。トリプル A ブロック入れよう。どういうやつかよくわかった。ふわっちは稼げてますか。トリプル A、 あと1分以内に謝ら、俺の枠で謝らなかったらお前ブロック入れるわ。じゃあ、フワッチは、何か、入るポイント、今のところは、俺の枠でごめんなさい言わなかったらブロック入れる。分からないよ、ずっとあります。そうめんまんさん、正解。正解。和藤さんと一緒に歌えば、そうかな、よくわからない。そうですね、はい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 、あ、はいはい、おばちゃんは、おばさんは配信の世界が、はい、じゃあトリプル A ブロックです。気づくものになればいいとおばさんは思ってます。ねえ、アイコンちゃん光るうるさいんだけど、あんた一体何なの。だからおばさんが望むのは、配信聞いてるうちにだんだんと魂が感じられる、そういうことだ。だってさ、嘘ばっかり言ってんじゃんかよ、ね、DM で話したいことが、話したいことがあるんだけど、真剣に話してないんだけど、知らないの。誰かが言ってたよ。多分エイクマお願いします。いや、光がいる。エイクマ、言ってたよ。もうあれがまた言ってたよ。ソークまたやってる。ソークやってないし、配信の世界で皆さんの魂を解決、悩みがなくなること、それがおばさんの願いです。エイクマだ。エイトマよくわかんないじゃん。ただ気にしないでいいよ。まあまあ、浅井さん喧嘩止めに行こう。ただ気にしないでいいよ。浅井さん喧嘩止めに行こう。喧嘩はどこにあるのかな。よくわかんない。パターンは何だよ。パターンは何。何したよ。何。喧嘩っていうのは、何でもできてないの。だから何が喧嘩してるのかわかんない。喧嘩したよ。じゃあ言うんじゃねえよ。私何にも言うの、なんか出てないよ。何にも出ないよ。
赤井さんの魅力は台無し。知らねえよ、そんなの。聞かれたことが答えたよ。マシオさん、こんばんは。ほら、言えよ。ほら、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 ほそう、それはみんな配信やってるからさ、それぞれがやってるから。注意してもらえる。先生ちょっとありがとう。アイさん、アイがあるよ、アイさん。それを枠で優勝する。はい。疲れたからだよ。ああ、高台さんありがとうございます。アイがあるよさん。負けちゃいました。すいませんでした。おおさん。こんばんは。世界には本当は愛がある。世界に本当世界は愛だと思います。愛があると私は思ってます。本当皆さんも思ってると思います。おい、今知らない。だから何をしてそうにしたから言えよって思う。それは本当にお前と仕事だな。じゃあ、すいません。はい。今、レンちゃん、貸し袋。貸し袋買ったの。これやめろって。はい。あとはな、話があるんだから新宿に来れないじゃないの。話があるんだったらお前から来るもんでしょ。話があるんだからちょっと話があるんだから新宿に来ない。おかしいだろそれ。でしょ。あとは人と歌で平和にしよう。歌？歌で平和にしよう。何歌う？歌って私は歌ったら平和になるから。歌ったら平和になるから。今何歌う？歌歌わないよ。歌った方がいい。聞いてごらん。歌った方がいいって聞いてごらん。え？歌った方がいいからリスナーさんに聞いてみな。いやみんな歌う。みんな歌いたい。歌わない？やだ。やだね。いや何が歌いたいです。アトム歌う。鉄腕アトム。アトム？どう？アトム歌えるかな。でも分かんないです。鉄腕アトムする？鉄腕アトム？うん、どう？大体は。歌った方がいい。鉄腕アトムする？鉄腕アトム。バトさん歌うでしょ。俺は歌う。浅井さん。はい。え？歌う？どうする？オッケー？いや、じゃあ出してもいいです。じゃあそこに立って。今出すか。いくよ。あ、カラオケ入れてもいいですか？カラオケ入れてもいいですか。あ、全然。これって画面勝手に切り替わるんですか。あ、ちょっと待って。鉄腕アトム。なんか鉄腕アトムって他ののでもいいよ。ウルトラマンセブンでもいいし。ウルトラマンセブン。タイガーマスク。タイガーマスクでしょ。絶対ないよ。格闘家。平和にしよう。あ、歌いましょう。ジャニー。格闘家ってあの、おばちゃんがあの。あ、せいさん。え、立って。そこに立って。入れたから。え？立って。あっちから出た話だよ。その辺ここにいる。で、ここに映るから。だから、私は。やだ、これだ。え？あの、ユミ何やってんの？何なんだ？ユミは、何か。あ、違う。今との。争いが止まったわ。あ、争いが止まったわ。争いが。草も気もないジャングルに。
私を呼ぶわながまで知る出会プレイで気抜けて男の感情に言ってやれ行け行けタイガータイガーマサカユミあなたはこれだ。いや素晴らしい素晴らしい。やっぱ戦争を止めるのは歌だね。浅井さん、すいません。ああよかったよ浅井さん。浅井さんよかった。戦いが止まった。争いがなくなった。争いが争いがなくなった。すいませんでした。戦争が止まった。おかげさまでした。ありがとうございます。よかったよかった。すごいよかった。すいませんでした。やっぱ音楽ってすごいね。音楽って戦争を止めるから。争いが起きた時浅井さんが歌えばいい。ユミ逃げんなよ。ユミ逃げんなよ。逃げんなよ。よかったよかった。歌って素晴らしい。ありがとうございます。やっぱね、マイケル・ジャクソンが言ってたこともジョン・レノンが言ってたことも嘘じゃなかった。よかったよかったよかった、うん、戦争始まったら浅井さん歌うから。戦争始まらないよ。戦争始まらない。大丈夫。いやこの前あの、うん、YouTube に始まらないよ。あ本当に、うん、お浅井さん最高だって。愛子さんが愛子さん次聞きたい、うん、すいません。またちょっとね、ゆっくりしないとね。ゆっくりしないとね。ちょっと休憩しないとね。浅井さん、お茶飲もう。喉まで。浅井さん、お茶。お茶、な次何飲む？知らない、うん、大丈夫。キャスパーに迷ったジョン・レノンだ。ボブ・マーリーとかジョン・レノンとかすごいね。わかんないね。ボブ・マーリーわからない。すみません。おばちゃん歌聞かないか。それでもわからない。すみませんでした。そうだね、今日賑やかだね。ヤスポンさんいらっしゃい。もう夜だから疲れ果てて。パンツーさんいらっしゃい。いやおばちゃん、そういえばこの前のテレビで歌を聴いていて、あなんかあのおばちゃんが生きてきてよかったなと思いました。なぜかというと、なんかあの フォローありがとう。フォローありがとう。なんか本当は歌っちゃいけない歌い方でみんなちゃんと歌ってるのに、またちゃんびっくりしました。だからあのいやなんかそういうことが起こるたびに、または生きてきてよかったなと思って。浅井さん、僕にとってはミスライチバイト同列でありがとうございます。すいません。浅井さん、眠たくないですか。いや、おばちゃん、これ、もうこれ、でも頑張ります。すいません。We are the Wood のシンドレバー思い出します。あ、チケッさん、どうも。おばちゃん、わからないです。こんばんは。すいません。そうですね、うん、またこれを受けますので、皆さんぜひご参加ください。おばちゃんもこれ、もうあの終わりする、うん、すいません、またあの明日じゃないんだ、今度はお会いするのは水曜日です。あの準備また開けますので、よろしくお願いします。浅井さんは60歳今。浅井さんもう60歳だよね。皆さんコメントありがとうございます。すいません、皆さんコメントありがとうございます。嫌な感じはね、やっぱ歌の力ですよ。公開する。そう。
よかったね。はい、電目ください。はい、はい、あ、ここにあるよ、あやこさん。あ、大丈夫です。マイクもここにあるよ。振り付けで。いいよ、いいよ。はい。マイクはなしで歌われるか。いや、振り付けで。振り付けで。マイクはなさいさんからいらっしゃい。みんな知られていいですか。うん、いいよ。多分、金ちゃんと山田さんも。でも、サビの部分はみんな知ってた。私の名前出すんじゃねえ、この野郎。私と関わんないんだろ、名前出すんじゃねえよ。この野郎。今のキッチンハイボールください。はい、どうぞ。アサイさんもフォローしますね。いや、だからバッチリ。ありがとうございます。絶対にバッチやった方がいいよね。やってる、やってる。配信者向きだよ。ハイボールを。ああ、また切れちゃった。いや、ここに浅井さんがいる。ここに浅井さんいるよ。ああ、お金落ちたよ。ねえ、射的配信楽しかったね。射的場ができたの。歌舞伎町に。配信中、歌聞こえましたか。ごめんなさい、大丈夫です。歌ったんだけど。いつもですみません。歌ったんだけど、聞こえたから。あ、このもの大丈夫ですか。はい。あ、これか。すみません。このものよろしいですか。はい、すみませんでした。俺はね、ハイボール飲んでる。ハイボール。あ、いや、コメント拾っただけです。すみません。はい。はい、ボールの違う。今からなんか。じゃあ帰り道わかる。俺ここで飲んでくよ。帰り道わかる。もうじゃあ、あとお支払い。1000円かな、チェイサーとこれ1000円。これ当たったっすよ。ワドさんは？俺は自分の分は自分出すから。浅井さん1000円で足りるはず。1000円で足りる。1000円で足りる。1000円で足りるよ。いや、ワドさんの。俺は自分で出すから。うん、大丈夫。ありがとう。浅井さんの分だ。いいよ。浅井さん、自分の分だけでいいから。いいよ。気使わせたら嫌だから。また来よ、一緒に。また来よ。いいよ。じゃあ、これ、ありがとう、浅井さん。今度俺ごちそうするね。母ちゃんじゃないよ。しんちゃんと、7歳ぐらいの人。それは浅井さん、俺のコンセント。これ、俺の。こうやったよ、こうや。気をつけて帰ってね。よろしくお願いします。決めちゃった。よーく来ていただきました。わかる。印刷かと思ったよ。浅井さん、おはよう。やばいっすよ。神です。神忘れたの。はい。
やばいっす、朝日さんは。まだこっちおいでよ。あ、了解です、ありがとうございます。じゃあ、ね、飲み物あ、いいですか、その荷物だけ持っていってください。あ、了解です。じゃあすいません、俺枠切るから荒野の枠集合で。皆さんありがとう、お疲れ。荒野、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。